今日は韓国のボニービーさんで購入したサテンパウダーの紹介をしていきたいと思います。一番左からサテントロピカルパウダー、真ん中がサテンパウダー、一番右がサテンパープルという色味になります。ボニービーさんの記載でも、サテントロピカルパウダー、サテンパウダー、サテンパープルという記載があったので、こちらで進めていきたいと思います。で、真ん中のサテンパウダーは色味の記載がなかったんですけど、全体的にピンクみがかった色味になります。で、今回はクリアベースと乳白色艶あり、乳白色のマットコートの3点の検証をしていきたいと思います。ここからは私の音声なしで進めていきたいと思います。